ラトルズ。ザ・ラトルズは、エリック・アイドルやニール・イネスらが、テレビ映画、All You Need Is Cash で演じたビートルズのパロディバンド。かつては、ラットルズと表記されていた。ラトランド・ウィークエンド・テレビジョン。ラトランド・ウィークエンド・テレビジョンは、モンティ・パイソンのエリック・アイドル、出演、脚本と、ボンゾ・ドッグ・ドー、ダー・バンドのル・イネス、出演、音楽により、1975年に、イギリスの BBC で始まった、コメディテレビ番組。この番組の中での有名音楽アーティストのパロディや替え歌などの企画が後のテレビ映画 All You Need Is Cash のアイデア元となっている。1975年5月26日の放送にニール・イネス演じるジョン・レノンによく似たシンガーが登場。白いピアノを弾きながらビートルズの Lucy in the Sky with Diamonds に似たを演奏する。この番組のサウンドトラックアルバムラトランド・ウィークエンド・ソングブックにこの曲が収録された際、この曲はロン・レノンのザ・チルドレン・オブ・ロックン・ロールとクレジットされるが、後にラトルズのグッド・タイム・スロールとなる曲である。1976年11月12日の放送に初めてラトルズが登場。エリック・アイドルやニール・イネスが演じるこのバンドが演奏する I Must Be In Love は1960年代風の白黒映像でビートルズの映画やテレビ番組のワンシーンのようなパロディ映像となっていた。エリック・アイドルはこの番組をラトランド・ダーティ・ウィークエンド・ブックとして一冊にまとめた。この中にもラトルズが架空のシングルチケット・ツー・ラットをリリースする広告が掲載されている。イギリスでのラトルズ初登場に先立つ1976年10月2日、エリック・アイドルはアメリカ NBC の人気コメディバラエティ番組、サタデーナイトライブにホスト役として出演し、ラトルズの I Must Be In Love を紹介。これがプロデューサーの目に留まり、サタデーナイトライブの特別番組として、架空のバンドであるラトルズの栄光の足跡をたどる、テレビ映画 All You Need Is Cash が制作されることになる。1977年4月23日の放送では、エリック・アイドルが2度目のホスト役となり、ニール・イネスがゲスト出演。元ラトルズのロン・ナスティとして紹介され、チーズ&オニオンを演奏し、この時の演奏はビートルズの海賊版に収録されたことがあり、ジョン・レノンの未発表曲ではないかと噂されたこともあった。またニールは当時の最新アルバムからの曲として、シャングリラ、後にラトルズでリメイクも演奏した。1978年3月22日に全米 NBC 系列で放送されたこのテレビ映画 All You Need Is Cash The Rattles in All You Need Is Cash の内容はロン・ナスティ、ニール・イネス、ジョン・レノン、ダーク・マックイックリー、エリック・アイドル、ポール・マッカートニー、スティック・オハラ、リッキー・ファター、ジョージ・ハスン、バリー・ウォム、ジョン・ハルシー、リンゴ・スターの4人が出会い、世界一のロックバンドに成長していくというビートルズに起こった出来事をドキュメンタータッチのフィクションの手法で制作している。日本でも1978年11月3日、金曜日23時10分0時35分に東京12チャンネルで吹き替え、All You Need Is Cash 金こそ、すべて4人もアイドルが放送された。エリック・アイドルは、空飛ぶモンティ・パイソンの広川太一郎が担当した。ローリング・ストーンズのミック・ジャガーやサイモン&ガーファンクルのポール・サイモンのラトルズについてのパロディインタビューやパンク少年役のロン・ウッド、そしてパロディの対象で当事者でもあるビートルズのジョージ・ハリスン本人もテレビレポーター役で登場する。他にもブルース・ブラザーズ、ジョン・ベルーシ、ダン・エイクロイドなど豪華ゲストが出演している。また、作品中ダーク・マック・イークリーの歌声と楽曲のギター演奏を行っていたオリー・ハルソール自身も初期メンバーのレポ役で少しだけ横顔が映っている。パロディとはいえ、脚本や映像はビートルズをよく研究しており、特にニール・イネスとエリック・アイドルの演技や仕草はそっくりである。また、静かなビートルと言われたジョージ・ハリスンを意識してか、スティック・オハラに至っては、演奏シーンを除いて一言も声を発していない。レノンによるキリスト発言などのパロディシーンも存在する。音楽的にもビートルズを彷彿とさせる楽曲が、この特別番組のために作られ、アルバムやシングルも発表された。これらの曲は、ニール・イネスの高い音楽性により、単なるモノマネに止まらない素晴らしい完成度を誇っており、その年のグラミー賞コメディ音楽部門にノミネートされた。All You Need Is Cash 以後、ラトルズとしての活動はなかったが、1990年に完全版 CD がリリース。1991年アメリカのガレージバンドが、集まりトリビュート版が制作され、日本のバンド、少年ナイフも1曲参加している。1996年には、ビートルズのアンソロジープロジェクトに呼応し、ついに、ラトルズも再結成されアルバム、アーキオロジーを発表。シングル、シャングリラのプロモーションビデオも作られた、エリック・アイドルは不参加。2002年、All You Need Is Cash にエリック・アイドルのコメントとゲストのインタビューが加えられた、ラトルズ2が制作された。2008年3月17日ハリウッドで、開催されたモッズ&ロカーズフィルムフェスティバルでは30周年を記念してラトルズを招待。インタビュー形式のトークショーが行われたが、オリジナルメンバーの4人が揃って公の場に出たのはこれが初めてであった。ラトルズの楽曲は現在でもニール・イネスのソロライブで演奏され、時折メンバー不定のロン・ナスティ&ザ・ニュー・ラトルズとしてライブ活動も行われている。日本版の VHS、LD、DVD はすべて字幕。モンティ・パイソンのザ・ラットルズ金こそすべて、ラトルズ4人もアイドル。等の邦題が付けられている。それぞれに微妙にカットが異なる部分があり、収録時間の違いもあるが、ほぼ同じ内容と言っても良い。再結成アルバム、アーキオロジーからのシングルカット曲、シャングリラのプロモーションビデオ。エリック・アイドルは参加していない。アメリカ発売の DVD、All You Need Is Cash に新たなエリック・アイドルによるコメントとゲストのインタビューを加えたもの。イギリスや日本は未発売。ダーク以外はアルバムでも実際に演奏している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。